ビュー。はい、じゃあ入れ替わります。はい、はい、ラーメンありますけど。ラーメンも消しました。食べますよ。はい、どうもこんばんは、マニュアルビューです。はい、どうも、はじめまして。今日はちょっと MC がいないパターンで初めてなんだね。いや、いきなりゲストで4人いると思ったんですけど ね、2人でということで、ちょっと珍しいパターンで今日はお送り したいと思いますよ。はい、じゃあ、今日のゲストは、クロスケさん、大仏ハンターのクロスケさんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、クロスケさんって、私が知ってるクロスケさんって、まあ、大仏ハンターでもあるし、あとミリタリー、あ、ミリタリーの方、ミリタリーと、あと守護霊に伊達政宗がついてるっていう。まあ、それはいいんじゃないかな。で、まあ、根拠がないから。面白い方なんで、ちょっと簡単にじゃあ自己紹介お願いします。はい、大仏ハンターという、まあ、名前をですね、語っておりますけども、日本中の大仏をですね、追っかけ回して、まあ、巡礼という形でですね、回っておりますと。巡礼、はい、私はそれを巡礼と勝手に呼んでおりますけども、一応今のところですね、日本中で410カ所ぐらい大仏回ってますんで、日本にはいっぱいあるんだぞっていうね、各都道府県10個あるぞって言ってる時点でおかしいもんね。だって七福神だったらさ、一気にさ、7つゲットじゃん。まあね、そういう感じで、7つを言っちゃったもんね。大仏、710件です。400あったら嬉しいよ。はい、そんなクロスケさんなんですけども、はい、はいはい、じゃあ画像いきましょうか。そうですね、適当に画像を用意してますんで、まずは、はい、もうね、時間まで、で実はね、大仏に解きながらちょっと、ね、マニュアルビューだったからさ、マニュアルビューだからね、こういうの好きそうだなと思ってね、俺も撮ってるんだけど、千葉の掃除船すげえよって自慢したかったんだけど、でも今日山梨だから次画像行きましょう。、ね、はい、もうパパと行く、もも行きましょうね。ミリタリーね、来たね、来たね、来たね、この間も総会行ったしね、ね、行きましたけどね、はい、これも終わりましょうね。はい、だって大仏の話したいんだもん。まあ、オッケーオッケー、はい、ね、どん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 回してもらって、はい、であとほら、こういう戦争遺跡とかね、こういうのもいろいろ撮ってるんですけど、いい、ね、まあ、一応自己紹介みたいな映像をね、どん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 回してきたもんで、うん、ね、あとはその他もろもろと、うん、昆虫とかね、これロバいるでしょ、可愛いでしょこれ。そう、あのね、クロさん撮る動物の ね、顔がいつも面白くって、私は結構ツボに入ってる。俺ロバ大好きだから。ここにもいるでしょ今日。そうそうだ、ね、はい、そんな感じでね、まあ、いろんなもの私撮らせてもらってるんですけども、中でもね、いろいろと撮ってるのがこう大仏ですか ね、 そうね、これ ね、 来たね。一応これは山梨じゃないんですけど、あの上のが奈良鎌倉、これ鉄板のやつ、うんうん、で誰もが知ってるこれ東京大仏、名古屋大仏、はい、ね、入って知ってる、誰もが知ってるやつだ ね、 これね、そう、知ってる、知らないと、ね、歴史もあるけど知らない。知らない、おかしいな、知らない、大仏とかってね、人がいる方には必ずあるから、はいはい、うん、ね、よくほらお寺とか行くとさ、うん、葬式の延長でなんかもう真面目じゃなきゃいけないって思った人いるけど、うん、お盆休みもクリスマスもさ、もしかしたらあれハロウィンもか、うん、あれも宗教なんだから、うん、やっぱり行った人はね、楽しんでもいいのよ、うん、それに楽しんでもらってなんぼだから、アミューズメント、ね、そう、見てもらって楽しそうでしょ、この大仏。ね、楽しそう、道端にあったりさ、これ温室の中あるんだ、これなんか、まあ、おかしいのいっぱいあるよね、うん、だからね、うん、楽しみながら行こうと思って、まあ、はいはい、ちょっとほら見て、これ、え、これはどういう大仏と、大仏じゃないよね、これ七福神の重要人じゃないですか。あ、ちゃんと郵便ポスト持ってね、ちゃんとほら、道端にこう大仏が、鳥があったり、はいはい、これはまあ、あれ、大仏の、宣伝の、そうね、うん、大仏工場だね、これほら、温室の中に入ってるでしょ、ぬくぬくと育って、ゆるい感じでいいじゃないですか。おかしいわ。え、そうかな、ほら、もうスカイツリーとコラボだから今、今、大仏は。どっちかっていうね、うん、それはこう、後からできたのはスカイツリーだから、所詮。ああ、あっちがスカイツリーですか。そう、こっちじゃない、あ、こっちじゃない、あれ、こっちか。え、そうだ、そう、俺がっちゃうよ。はい、もうそんな感じのこともあってますけども、うん、じゃあ、山梨はどうかというと、やっぱりこの稲崎の平和観音、うん、これ最高だね。大きいからね。大きいですね、これ18m。関東第三、そう、関東三大観音言われてるんだけど、そもそも関東じゃねえだと思うんだけどね、首都圏だけど。関東だ、関東っていうか、うん、日本三大じゃないと言いたいんだけど、 18m だからね、順番で言うとね、60位ぐらいなんで、そんな人、微妙にちょっとね、全然大したことない。でも、そう、でもその大観音にほら、右下の画像見たら、千葉の人間が訪問する時間だよ、朝6時10分には行ってるから、俺は。早い、巡行で顔撮りたかったから、東向いてるから、
朝6時には行くからもう日の出とともに出て家に出てみたいなね。季節と時間で表情変わるから。あでもこの次の稲崎の大観音のね足元が面白いよね。あこれね岩屋観音って言って、うんうん、崖っぷちにこういう観音堂があるんですよ、はい、でまあ観音堂は普通なんだけどこれ次の写真行ってもらうと分かるんだけどこのね岩屋観音のスタイルがこれ洞窟が面白いね。あ出た穴観音ね穴観音出たあのさ穴観音って言うとさ万力の穴観音知ってる知らない知らない行こう決定決定あの2月にね、ええ、万力あの山梨市の万力ってとこがあって場所わかります、うん、そこで穴観音祭りっていうのやってるの2月にそれがあの穴の中で10人お坊さんたちがあのアコーディオンみたいに蛇腹折りの経典をバーって読むっていうやつがあってまあアコーディオンじゃないんだけどでも上下左右にこうやりながら10人で、うん、あの読むっていうのがあってそれいいそれ、ね、いいでしょう。だいぶ撮ってるとね、うん、動画がどうにもなんないねいつも観音様いるよそこに。あ動画がいいね仏像系はいいですね、うん、じゃあ行きましょう行きましょうそう言ってるさなかにも、ね、あのそう何年も前から狙ってんだけどあいいですねそう何かしらね用事が重なっちゃってる、画像勝手に変わってますけども、はい、これは前回出してもらったあの大仏のあれだね善光寺ですねああ、うん、善光寺だそうはい、結構かっこよくてねこれ年に1回開くんだよね全国のやつはあとこれあんましないんだけどこれ春日山にこれ不動明王がいるんですよただねせっかくあるんだけどね木のあっ胃が違うあっねいるっていうああの座るっていうあっちね、うん、ですね千葉県民なもんでそう今日はあの千葉県民な千葉県民ですから黒さんはねあもう本当にもう、はい千葉切りだから俺 OK ですで、あの格子があってたまに見えないんだけど、うん、このね、不動明面白くてね、うん、ちょっと次の話見てもらうと分かるんだけど手に持ってる刃物がすごい多いんだよね普通は1本なのにこの下の方とかこの辺とかもねだから刃物10本で持ってんのよ怖いわそう、こんだけ危なっかしい不動明面らしいんだよねで、何を持ってんだろうなんか普通はこういう剣持ってるんだけど、うん、なんかね、カッターとかいっぱい持ってんのよ誰が持たせてるんだろうね割と最近な感じなんだね、ええね、なるほどねそうでちょっと次のページ見てもらうとあれですけど、うん、結構静かでいい場所なんだけど、うん、写真的にはあのねあ面白いけどこれ首地蔵出たこれねこれがやっぱ甲府で俺一番大好きああもう変わってるもんねえ自然の石の上に人工的な首のしてるんだけど、うん、ただあの首がね、うん、多分作ってる人がこれバラバラなんじゃないのかな次の映像見てもらうと分かるんですけどあのね首のねあの出来栄えが随分違うんだよね、うん、バランス悪いしそうちょうど左下の人なんかデフォルメされすぎちゃっててこれね目と鼻がちょっと大きすぎるのよこの人これさなんかもうエジプトとか なんかそっちのなんか民族系の仮面みたいになっちゃってるもん ねそうそうそうでもねこれやっぱ自然の石の上にね、うん、首乗せるっていうのは珍しくて、うんうんうん、千葉とかそもそも石がないからねああ、うん、なるほどっていうかあのどんだけ甲府って石があるの？あ、そう、あの石森山、わかる？わかる石森山もあれちょっと石の神様をやってるじゃない、ね、やっぱ石が多いのかなだって山があるところには石がある今日来る途中ね、あの宝石庭園行ってきたけど、うんうん、どんだけ石あんねんと思ったぐらい石があるんですね、まあ、そもそもね、うん、そうだね、山梨は水晶とかあるし岩場がいっぱい、そうそうそうあの昇仙峡も岩がすごいですね、あれも石だよね、だからね石があるだけやっぱりねその石人間みたいな格好した岩があるんで、うん、首乗せちゃうんだろうねあの乗っけたくなっちゃうんだろうね乗っけちゃうんだよみんな、首乗っけちゃうんだよ明日はあの甲府にあ明日はあんだけ諏訪のあの饅頭も見てくるんで、はい、ちょっと比べてみますんでまたよろしくお願いします、ね、出ちゃったアリアス出ちゃったねこれ、うん、いいの出しちゃっていいんじゃないですかこれもともとほらね宗教って言われるんだけど、はい、これほら反抗であの生命判断とかああいうところの総本山があってね、はいこれなかなか面白くてねでそもそもあの下手に週刊誌とか訪問販売で買うんだったら欲しい人だったら絶対ここに来て一回勉強した方がいいものすごいよくできるからすごい売ってくるからね、うん、で中にあるのはまずこのハンコーのこの女神さんとこれ、はい、ハンコー塚で全部ハンコーだからこれハンコー塚だもんそうで石像がねみんなこれハンコー持ってるからね立派なハンコーごくりねあとは俺の後ろにあるんだけどここか、うんこちらにいるね、なんか印象観音というかなよく見れてるね、これ手にハンコ持ってるのうん、みんな持ってるんだそう、あれね、多分だけどね俺印鑑持ってるね
観音様初めてだね。まあここ無理やり作っちゃった感じだもんね。でもねここね造形の美術館とかもあってそう展示してあるものはねちょっと面白い、すごい面白いよね。大丈夫そうさんの、うん、大丈夫です、うん、クロさんのホームページとかを紹介してくれてます。あ、誰か俺のホームページ貼っておいてんだ。あの、あ、味噌汁さんね。味噌汁さんが、味噌汁さんありがとう、はい、ありがとうございます、ね、ほらこれ観音様がハンコを持ってってさ、宅急便屋さんじゃないんだからさ。ハンコお願いします。ここまで作って木造だからね。あと今日ね、あ、信玄、そう、これし親方様、これね、あれだ、 これね、あれ宝石庭園にあった。あ、そう、うん、なんかあの甲府駅にあるのより立派な感じじゃない？あのね、今日聞いたらね、うん、甲府、今日聞いたら甲府駅よりもね、うん、大きいの作りましたって自慢してたから。やっちゃったね、うん、うち山梨の中で一番でかいですって自慢してた。あ、すごいでしょ。みんなこっち見に来た方がちょっと立派な感じかもしれませんよ、うん、そう、どんだけ真剣好きやねんと思って、うん、ね、あとこれさ、あ、これあれじゃん、あの、なんだっけ、あの、ほら名前出てこない、あの、あれでしょ、上杉さんじゃないの、そう、上杉謙信さん、そうそうそう、うん、だよね、そう、この人ね、紫の向こうのね、田んぼにいたんだよね。紫の向こう、あのね、かかし祭りとかなんとかっていう会場があって、あ、そこの脇走ってたらね、なんで、いや、超リアルな謙信がいたの。そうなんだ、だから、あ、ここまで来てるんだと思ってさ、やばいなと思って。上杉謙信、私好きだった。いや、なんでここに、なんかね、すごいリアルで、でもね、謙信はいるんだけどね、他誰もいないんだよね、うん、うん、なんだろうね、ね、アルリエ、さっきのね、画像間違えたけどね、リアね、おかしいなと、ね、さっきのあの、印鑑の女神の、あそこのね、今ここルリエの前で、ね、結婚式場までできるらしくてね、やってんのかな、あれと思うよ。でもね、これ人いるのか、多分ね、山梨では一番大きいブロンズ像、ブロンズ像でね、すごい綺麗なのよ。あの、皆さん結婚式はここで、ね、もしよろしければごっくり、ね、私は終わってますんでよかったっていう、はい、はい、ね、で、また思ったけどね、あとそう、これちょっとね、これがね、俺が気になった、あ、ほんだ、いいっていうか、あ、兄だね、あの、五地如来っていう、あの、五つ如来が並んでるっていうところのね、やっぱり味噌、うんうん、と絡んだね、うん、味噌ね、やっぱ、甲府の人、味噌好きなの？いや、違う、あのね、うん、味噌何地蔵だっけ、味噌なめ地蔵、味噌なめ地蔵、うん、味噌なめ地蔵って、山梨であちこち結構点在してて、で、その、そう点在してんだけど、でね、その味噌の、なんで味噌かっていうのが、あの、いっぱいいろいろ理由があるんだけど、うん、まずはその家が火事になった時に、そこの主人の代わりに焼け出された地蔵がいて、あの、持ち出された地蔵がいて、そのお地蔵さんの火傷を治すために味噌を塗ったっていうのが始まりとか。治るのかね、味噌で。そう、あの、火傷に味噌っていうのは結構、うん、長野の方、信州の方であるのよ。そう、だからね、お地蔵さんで、そこ行くとこんな感じでね、うん、お堂があって、はいはい、でもうすぐ画像を回してもらっていいんですけど、中入るとこうやって並んでるのよ。ね、ただ五地如来って言ってるのに4つしかないんだけどね。あ、それがちょっと微妙なんだけど、うんうん、1個足んないんだけど、そう、あちこちに結構山梨はあるんですよ、うん、で結構目とか耳にやっぱ塗ってるから、うん、あ、そう、あのね、悪いところに塗ると良くなるっていうお地蔵さんなので、ね、そう、そうそうそう、でも奉納してる人も面白くてね、うん、次のページ見るとよくほら、こう奉納に名前書くじゃない、はいはい、これ普通に見たらさ、これ分かる、老人って書いてある。老人、奉納老人ってさ、お前だアバウトアバウトだよね、老人で書いてあって、これもちょっとびっくりしたけど、アバウトだ、ね、お年寄りにもね、人気があるかもしれない、うん、でもこれがね、こっちぐらいってのが、まあ、あるんだけど、春日井の方に、うん、ちょっとまた次回してもらうとね、今日ね、これあの、あそこで、北斗か、北斗市、ね、北斗市に行ったら、はいはい、やっぱりこれ、味噌なめ地蔵っていうのがいて、うん、味噌をしっかり塗ってあるんですよ、うん、そのね、信州